はい、こんにちは。日本改革党、くつなわです。黒木かなえ様、かなお、かねお様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎氏を裁判費用にさせていただきたいと思います。17日、参院本会議で岸田総理、再エネタスクフォースに外国から干渉があったかどうかは調査中。今後のタスクフォースは、河野太郎担当大臣が適切に判断する、河野太郎の人選が適切じゃないから問題になってんじゃないの、河野続投でいいのか、再エネタスクフォース、再エネ、関連を河野太郎が続投していいんだろうか。問題発覚したのにね。世論です。河野太郎が利益相反の張本人でしょうが、容疑者に後始末させるのか。河野太郎が適切に判断できるとは思えないんだよね。河野が担当なのが問題やねんて。どう考えても当事者以外が調査すべきだろう。不適切だから吊るし上げてんだろうが、河野も岸田もスパイ仲間だな。不適切な大臣の適切な判断は不適切では。河野太郎が今後を続投なことに驚きました。デジタル大臣がなんで再エネやってんだかもう全然わかんないですよね。ちょっと考えてみてください。本来ならエネルギー庁を所管する経産大臣の所管じゃないの。経産省エネルギー庁でしょ。で、再エネなんでしょう。再生可能エネルギーなんでしょ。なんか闇を感じるな。河野が担当しているっていうこと自体にも闇を感じるな。本当だったらエネルギー庁長官とかがやるべきお題じゃないの。公安が河野を調べそうな案件だから泳がせてしばらく様子見してんですかね。ボロ出すまでちょっと待っててください、ね、続投させてください、ね。ロゴ資料を提出した大林美香をタスクフォースメンバーに指名し任命したのは河野太郎。その時点で不適切ですよ。今後河野太郎が適切に判断する。もう不適切なことやってんじゃんね。不適切な大臣の判断は全部不適切なんじゃないの。河野太郎に再エネタスクフォースメンバーに任命された自然エネ財団事務局長大林美香の公式発表の経歴が不可解と話題になっておりました。語学学校卒業、育児、反原発活動家の拠点原子力資料情報室勤務、1992年から2000年まで環境エネルギー政策研究室副所長、2008年まで中英英国大使館気候変動政策アドバイザー、2010年まで、アブダビに本拠がある国際再生可能エネルギー機関プロジェクトマネージャー、2011年まで、自然エネルギー財団事務局長、2011年から今まで。なんで語学学校を卒業して育児しただけで国際的なエネルギー関連の仕事に就けるのか全くの謎なんですよね。世論です。語学学校卒業レベルでなぜその地位に。語学学校の名前は非公表なんだね。こんなのをねじ込めた闇パワーがすごい。なんでこんなのがエネルギーのプロ扱いなの。こんなのが国家のエネルギー政策に口出ししていいの。どんな後ろ盾があればこうなれるんだ。皆さん、なんでこんなのが、国家の政策に口出せるのか。 T タスクフォースメンバーなの。謎は深まるばかりですね。名前が非公表、語学学校、中国語の語学学校なんですかね。北京語学校とかさ、学歴からは全く科学的知見が読み取れないんですけど、全くね、科学的な知見、なんとか物理学、教授やってましたとか、そういうのが全然読み取れないんですけどね。16日記者会見で大林美香、反原発活動家だった事実は隠してません。原子力資料情報室は全くの反原発活動拠点でしたんでね。情報室で大林は
事務員的な仕事をしてたらしいんですよ。みるみる出世して自然エネ財団の前はアブダビにいたっていうんだから驚いちゃうね。これもパヨのご褒美といったところでしょうか。他のパヨはですね、パヨの勝者大林目指して日夜反原発活動に励んでんですかね。私も大林さんのようにアブダビ行きたいみたいな。こんなの採用した河野太郎もまた闇のメンバー間違いなしということで、岸田総理、投資詐欺を確実に検挙する総合対策プランを6月をめどに策定する。なんか増えてんだって SNS で詐欺するの、投資詐欺儲かりますよ。世論、増税詐欺のクズメガネが何か言うとりますやっとこさ思い越し上げたのか、脱税与党が何だって、SNS で有名人になりすました投資詐欺激増してるんだって。皆さんもご注意くださいね。美味しい話は人には教えない、これ普遍の真理ですから。ああ、なんで人に教えんだっていう。自分でこっそりやってたらいいんだねえのっていう。少子化対策支援金という名目で、国保税増税で増税ではない詐欺。保険料は上がるが、賃金も上がるので負担はない詐欺。ソーラーで山林伐採推進しながら、森林環境税徴収詐欺。電気料金上乗せ徴収で太陽光発電業者に金を流す再エネ賦課金詐欺。有権者、日本人のために仕事してない外国人生活保護詐欺。お前らは日本人に投票してもらって議員になってんじゃねえのか、なんで外国人の生活を保護してんだ、世界中でやってるとこ全然ないぞ、いう歪み。NHK だけ別個に金払わないといけないっていう詐欺。 NHK は災害時に必要です。停電でテレビなんか役立たねえっていう詐欺。他にもですね、自公政権による詐欺っぽいものいっぱいあるでしょうが、運転免許の安全協会とかさ、なんかしねえけど500円払って入りなさいみたいな。投資詐欺より優先で、こういうね、社会の歪みを是正しなさいよ、自公政権は。お前らが作ってきた歪みなんだけどさ。クロスマーティッキング社とレビーシオ社が合同調査。皆さん一体何見てんですか。1位日テレ 58.9 分に1日、2位 YouTube 53.4 分、3位テレ朝 44.3 分、この他にも Amazon プライムが14分とか入っておりました。世論です。テレビつければグルメの宣伝ばっかり、爪で1分で見れる内容で30分番組作るから。地上波もメリットない。テレビ離れの一番の原因は NHK。 テレビが勝てるわけない。子供3人いるけどスマホ与えてから誰もテレビ見ない。ゴリ押しポレコレ半日で一気につまらなくなった。 NHK のサブスク料金が高すぎる。50歳以下は完全にネットだろうな。年代別で全然結果になりそうですね。うちの両親もそうでしたけれども、田舎の高齢者さんたち朝から晩までテレビ見ても、平均視聴率すごい、平均視聴時間すごいことになっても、なんせね、朝起きるとまずテレビポチンとつけて、で夜までずっとテレビ見てんだもん。日テレそんな優位なんだ、驚きました。ネットは爪だけじゃないですからね。爪だけで見ると日テレに後塵を拝してますけど、ことネット総合ってなったら日テレはるかに凌駕してると思いますけどね。アマプラも14分、1日平均でこれっていうことは、見てる人は何時間も見てんだなぁ。早く爪に抜かれてくれ。爪で1分にで終わる内容で30分番組あるある。続きは CM の後で。で、イライラすんのあるある。突然のカンコミぶっこみ。あるある。薄い内容を倍速視聴できなくてイライラ。あるある。テンポが遅いテレビがですね、若者に避けられるのもしゃあないですね。若者は爪とかで倍速視聴やら、つまんなそうなとこ飛ばすのやらの技術に長けてますから、テレビ、テンポ遅くてイライラすんだわ。外国人観光客インタビュー、思ったより英語が通じなくてびっくり。ヨーロッパではみんな英語話せて、どこに行っても
英語、お前らそれ英語に文化侵略されてんだぞって話でね、世論です、ここ日本ですけど日本語を覚えてこいよ、お前らが日本語喋る、アメリカ行ったら誰も日本語喋んなくてショックだったわ、喋らなくても大きな問題がないから英語力が上がらない、英語で話しかけても絶対答えないフランス人とかまだいるし、外国に行って外国語が通じるとなぜ考えるのか、観光立国とかめんどくせえよ、日本以外の国では英語が使えないと年収10万ドル達成できない、日本人は英語使えなくても達成できる、だから上達しない、ネットや映像、まあ、映画とか出版物などで世界中を飛び交う言語の量、英語と日本語が拮抗してるって皆さん知ってました？もちろん使う人口は、英語使う人の方が10倍多いんだけど、英語と総量で拮抗ってことは、日本人は実はですね、英語圏の人らの10倍書いたり、10倍読んだり、10倍映像を制作したり、アニメとか映画とか、してんですよ。まあほとんどが、SNS その他、ネット、にちゃんとかだろうけどね、英語圏とは別な巨大な日本語圏を構築してるんで、日本語ますます、日本人はますます英語が上達しない。だって巨大なんだから、日本語圏、日本語使用圏が巨大で全部間に合っちゃうから、英語圏に行かない、英語圏に行かなくても全然面白い、英語使う人はそれをつべこべ言われる必要ない、英語使う人に日本語圏で事足りてて英語上達しない日本人、つべこべ言われたくないと、欧州はどこに行っても英語って、 EU 全体がですねイギリスに文化侵略されてんですよね。コミュニケーション取れるのは悪いことではないですけども、胸張って言えることではないのでは、そんなのは。どこ行っても英語使ってて母国語使わないなんてさ、流行っているアニメを見ていると答えた米国人、18歳から54歳の3分の1 5600万人、これ流行ってるアニメを見るって毎週アニメ見てるって意味ですからね、毎週アニメ見てる、放映されるたびにそれ見てるっていう、まあ選んで、つまんないのは見ないんでしょうけれども、18歳から24歳の 44%、 1900万人が常にアニメを見ている、フットボールや野球のはるかに凌駕する人数が見ているですよ、アニメ、アニメすでに米国カルチャーのメインストリームになっている現実と、日本語で見ますかね、字幕で、アメリカ人は、米国が日本語を第一外国語に選ぶ日も近いですよ。近い。これフランスでも似たような状況になってないかな。今日の単身です。読売新聞岡山支局で記事捏造が発覚、小林製薬取引先社長がですね、実際言ってもねえことを言ったとして勝手に追加して記事にしちゃったなんて、まあよくあるそんなことは言ってない事案ですね。実際に取材した53歳記者の記事をもとに、主任があることないこと付け加えた、こう言ったみたいに言ってねえけど、記者53歳はそれを知りつつ止めなかったと、読売新聞、事実を調べ厳正に処分しますって言ってましたけれども、要するに小林製薬のイメージ悪くする方向に捏造したみたいなんですよ、弁護じゃなくて、ライバル企業から金でももらってんすかね、これでよくネットは信用できないとかほざけるもんだなーって呆れますよ、だから部数減少が止まらないのかと納得。日本新聞協会が昨年の総発行部数を2869万部と発表、初の3000万部割れ、1年間で200万部減少しており、このままでいけば15年後に新聞は消滅するな記事に書いてありましたけれども、いやいや損得分岐点っていうのがあるんだから15年も持たないよ、固定費払えなくなる部数にまで減った時点で終了でしょう、ゼロになる前に終わりますよ、もしかしたらそれは5年後かもしれないしね。毎日新聞なんか資金切り厳しくて目先の金欲しさに本社ビル売っちゃったでしょうが、そんで今は家賃払ってそこに入れてもらってると、私が生きてるうちに朝日毎日の倒産が見れそうであります。足りないバス・トラック運転手確保のため警察庁が
AT 限定免許導入のパブリックコメントを募集開始、バスの AT、トラックの AT、限定免許導入。今まではあのマニュアルしかねえって、AT 限定免許はいいけど、右足アクセルとかで左足ブレーキのアメリカ式に変更しないと踏み間違い事故多発しないかな。これ乗用車でも私踏み分けアメリカ式にすべきだよなって思っております。これだと踏み間違いない。私これで運転してましたけど、慣れるとどってことないです。大型バスが突っ込んでくるのは被害大でしょ、踏み間違いで。だからこれ私はね左足ブレーキに変えた方がいいって思ってます。まあ皆さん最初は慣れなくてガクガクするんですけど、やってみてください。ちなみにですが、オートマ車のことを昭和でノークラ車って言ってました。これノークラッチって言うんですけど、クラッチ、マニュアルでクラッチ踏むじゃない。それがね、ノークラ車って言ってました。この言葉を聞いたことがある人は、おっさん確定であります。残念でした。ということで。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。